はさ、めっちゃ懐かしいシリーズ。まあ懐かしいって言ってもドラゴンボールの方は初めてなんだけど、ザンと氷見てイラストガム。俺ね、これ昔ワンピースのやつめっちゃ集めてた記憶がある。マジ夏いな。まさかドラゴンボールのやつがさあるとは思わなかったよね。ビルス、そしてね、ウィスで、ゴッドの悟空、イラストガム、ドラゴンボールスーパーイラストガム。わー夏い。ポスターが1枚入ってんだけど、全部で10種。おー、レア2種。このレア2種がさ、めっちゃ楽しみだよね。種類は、こんな感じね。ザン。欲しいのたくさんある。ベジータは全部欲しいよね。ベジータ、ビルス、ゴリフリ。そして、なんでしょうか、シークレット。まあ、シークレットつかレアね。レアなんだろうね。すげー楽しいじゃない。まあ、予想するにね、誰だろうな。わかんねえな。誰だろうな。あ、待って、ウィスいる？あ、ウィスじゃねえ。待って、ウィスいねえもんな。ウィスここにいんのに、ウィスいなくね？あ、一枚ウイス確定だわ、俺。だってパッケージにいるってことはさ、絶対にいるでしょ、こいつら。ねえ。ほら、この同じやつだもんね、ビルスね。ビルス同じポーズの、だもんね。ウイスいねえじゃん。お、一枚ウイス。で、もう一、なんでウイスなんだろう。シークレット、ビルスじゃねえの、普通。違うの。もう一枚なんだろうね。うわぁ、楽しみだわ。まあ、とにかく今日はさ、6箱あるから、全部、あげてみようか、早速ね。いやー、ゴリフリと、ビルスと、ウイス、そして、ベジータ欲しいね。あとシークレットブロリーだったらどうする、ブロリー。いや、まあありえないけどね、ドラゴンボールスーパーだし。まあ、いやでもブロリーだったら最高だよね。ちょっと待って、これブロリーだったらどうしよう。まあそれはないと思うんだけど、一枚多いでしょ。さて何が来るかな。スーポーリーって言ってる。うわ夏いな、これ。ワンペのやつ本当にたくさん買ってたんだよね、昔。待って、キラくね、なんかキラいよこれ。レアバージョンか。あ、かわいい。こんなガムだったっけ。やべえ、これギャム倉庫に送らないで食べようかな。これ食べたいね、ギャム。超かわいくない、このガム。よし、いきます。キラってるからね、おそらく。ちょっと待って、めっちゃかっけえ。うっそ、ベジータ、ベータ M 字ハゲの。うわ、全部つんねんけど。ちょっと狭くて、机がね、狭くてごめんね。うわ、キラい。これわかるかな、カメラ越しでキラの。半端ねえよ。肉眼で見たら、やばい、シール。おぉ、かっこいい。青髪ベジータ、SSG、SS。ベジータ、ベータ、M 字ハゲ、王子。きた！待って、一発目から宝来たんだけど。これさ、あれ？ラインナップになかったよね。ラインナップに。これ絶対レアでしょ。うわ、これレアバージョンだ、レアバージョン。待って、つごたウィス？あれ？一枚ウィスでしょ。でもさ、青髪ベジータがいて、青髪悟空がいないと意味ないよ。意味わかんないよな。意味ないっつうか、意味わかんないよね。ウィスいないのか、もしかして。ちょっと待って、わけわかんなくなってさ。これどういうこと？ギャム後で食べよう。え、これどういうこと？マジで。え、ウィスいないの？俺ウィスも欲しい。待って、ウィスも欲しいんだけど。ちょっと待って、どうしよう。だって、レアバージョンこれさ、普通に言ったらさ、青髪の悟空じゃねえの。あ、これはね、キラくないね。なんだろう。さて、つるり。あ、ゴテンクスだ、ゴテンクス。うわ、でけえ。やっぱこのシリーズでかいね。うわ、懐かしいな。これ、ワンピと同じシリーズだと思うんだよな、このイラストガムシリーズ。めっちゃ集めてたの、昔。うわ、嬉しい。ドラゴンボールのも来たか。嬉しいな、これ。セルとかも欲しいね。ジャネンバとかも。いろんな、これね、小さいけど、ポスターにしてはね、小さいけど、貼ったらかっこいいんだよね。マジで。さっきのさ、ベジータ、青髪ベジータなんてやばいっしょ、あれ。めっちゃかっこいい。まさか一発目から。つうか、すごくね、一発目からレア来たんだけど。お、ギャムね。ギャムもかわいいし、このギャム。やべえ、このギャムうまそうだよね。さ、ベジータ！うわ、やべえ、超イケメン。なにこれ、指立てて。甘いな、カカロットみたいな。うわ、かっちょいい。やべえ、ベジータかっけえ、チビマッチョ。チビマッチョの星。めっちゃかっけえな。これ貼ろう、早速。これ仕事場に貼ろうかな。どうしよう。いや、部屋に貼りたいな、でも。いや、でももう一枚、あ、そうだ。2枚ずつゲットして、部屋と仕事場、両方に貼ろう。いいね。このドラゴンボールの愛をね、俺は爆発させる。よし、行きます。行きます。超キュウリ。超キュウリ。頼む！レア来い！もう一枚、多分ね、ウィスか青髪。いや、もう青髪悟空だと思う、俺。うん。絶対そうだわ。だって、じゃないとおかしいもんね。ベジータいんのに悟空いないっておかしいもん。絶対悟空でしょ。さて、なんだろうな。ベジータ！おー！
ごめんごめんごめん、取り乱した、ごめんごめん。やった待って、今日ベジータ祭りじゃない。うわーかっけ、スーパーサイヤ人になってる、スーパーサイヤ人になってる。ベジータ王子見てもイケメン、イケメンベジータサイヤ人の王子。うわーかっこいいなー、こんなに M 字になってるのにかっこいいってすごいよね。こんな M 字なのにかっこいいって、さすがサイヤ人っすわ。うわ足の筋肉いいね、さすがベジータ、あざっす。ビルスとゴルグリ、うわ張りたい、これすっげー欲しい、めっちゃゴルグリやばいと思う、これあの威圧感迫力が絶対やばいと思う。このさ絵だけでもやばいから、実物ポスターのやべえと思うな、ゴルグリ。よし行きます。さて何が来るか、うわ出す瞬間めっちゃドキドキする。お願いします。まあレアでもいいよ、レアもう一枚のね、青髪悟空だと思うけど違うかな。でもウィースいないからな、ウィース、ウィース絶対さおかしいもんね、いるのにいないって。いきます。ゴッドだ悟空、あーかっこいいな、やべえやべえ、ほんとこのイラストガムシリーズ超好き、やべかっけこれやべえ、懐かしいないつ2年ぐらい前かな、俺がね動画投稿始めたばっかりの時何個か動画撮ったはずなんだよね、何個か撮ったはず、覚えてるもん俺、ワンピースのやつ撮った記憶があるんだよな。やべえなこのシリーズ、ほんとにかっこいい、もっと出してほしいね。ブロリー欲しい、ブロリー欲しい、やべえ倒れちゃった、ブロリーごめん、ブロリーが怒っている、ブロリーがね下敷きになっちゃった、ほらブロリー、貴様カグロットポンポンさん、すいませんブロリー揚げ物みたいにちょっと倒れちゃった、ごめんねブロリー。よし待って、これラスト、ブロリーの呪いで、ブロリーの呪いで来るかもね、レア。よし頼むぜ、呪いでレアが来るっていう、よしまあゴルフにビルスでもいい。うわーこれあれだ、絶対全種コンプする、めちゃめちゃいいわ、やっぱこのシリーズいきます。ワンピのやつもまだあんのかな、昔ワンピのやつねたくさん集めてたんだよね、売ってた時ね。で何個か動画撮ったはずだから、まあ見つけて見てみて、確かねあるはず、昔。いきます。何個か撮った、撮ってなかったかな、動画撮ってたような気がするんだけどね、いやちょっと記憶が。おお悟空だ、つうかかぶりなかったわ、このかぶりの工程がかぶんなかった、悟空。わ嬉しいな、やべえこのシリーズマジで楽しいまあなんといっても今回のナンバーワンはもうベジータだよね、このベジータ3枚まずはね、このはいイケメンチッチカガロット、カカロット、スーパーサイヤ人はお前だけじゃねえぞと、いやかっこいいなベジータ。そしてねスーパーサイヤ人になったね、カカロット見ろ、これがスーパーサイヤ人になった王子の姿だ絶対こんなこと言わねえけどなベジータ。でこれよ、やばい、あなんか重たいもんねこれだけ見て、めっちゃやっけ、うわやばし、これやばし、 SSG SS ベジータ、これどんどんシリーズ出してマジで、これやばい、ブロリー欲しい、ブロリー、ブロリーやべえだろうな、ブロリー欲しい、次出るか、まあとりあえずこれをコンプしちゃってブロリーに備えようぜ、来るでしょブロリー、大人気のキャラだから。よしつうことで今回のね回復結果はこんな感じでしたと、また次回あの全種コンプ一気狙うわ、次回からはね一気狙う。よっしゃ、まあシークレット、あレアはねウィスか悟空だと思うんだよね、青髪のジャレンバとか来たらどうする、スーパーなのにわけわかんないランダムシリーズいいよな、いや楽しみだわ。じゃあ最後はさ、あの俺このゴッドのさ悟空も気に入ったから、このポーズがかっこいい、イラストがかっこいいから、これバイバイで行こう、これかっこいいよねポーズ、ほらゴッドの悟空、うわーかっちょいい、わこれ描きてえな、今日描こうかな、これそのまんまトレース、トレースして描こうかな、いやーめっちゃかっけえ、練習になるもんね、この手の感じとかすげえ練習になるもんね描いたら。